うわあ。お前大胆な行動しすぎだろ。さすがにいくら苛立ってたとしても向こうの私物というか作ってるもの壊すのはやべえって。この夢何回見れば気が済むんだよ。そういうバックグラウンドがあったのね。でもツイキャスで活動はしてるんか。ええやん、女装いいと思うけどな。別に僕は女装したいって自分自身が思ってないけど、女装とか メイクとかは結構興味があるからいいねって思う。部室へと向かう足取りが重かった。もし部室でアッシュさんと出会ったらどう声をかければいいんだろう。ショックだっただろうし、触れない方がいいのは分かってるけど、やっぱりあの時の傷が心配だし、触れたらきっと怒るかな、ショックかな、分からないよ、怖いよ。でも心配しすぎても仕方がない。私が怯える必要はない。あったらあっただ。あってどう声をかければ考えればいい。ポジティブ？何にも気にしてないふりをしてスタスタと部室棟へ向かう。すると部室棟の入り口は、また陽キャ、陽キャ警報発令、ワーニングワーニング。ノリの寒い氷や不当なバーベキューに巻き込まれる恐れがあります。恐ろしいことに陽キャの汚ねえ飛行機の鳴り損ないを広げてペチャクチャと喋りながら占拠していた。どういうこと？陽キャが汚ねえ飛行機の鳴り損ないを広げる。飛行機の鳴り損ないを広げるって何？何これ？衛星飛行機部。衛星飛行機部はテレビのお手製飛行機グランプリに出場している部で、入り口近くの大きな物質を持っている。もらっている。そのため、入り口の前を塞ぎ材料を広げて作業していることもある。ああ、そういうことか。バカなのか。貴様らに与えられた空間は物質であって入り口ではないんですけど。サンズの川を越えた先、地獄の入り口もこうなっているのかな。恐ろしい。地獄でも割り当てられてて、入り口付近もなんかよくわからんやつが作業して占拠されてたら嫌だよね。なるべく生前はいい行いを心がけるようにしよう。階段を降りるのも面倒なのでエレベーターを待つことにした。この前終電なくなったからさやかのことをうちに止めたんだけど、やっぱなんでもない。いや、そこまで言ったんなら喋れよ。誰にも言わんから。普通にやったわ。えぐー、そんなん今ここで話す？えぐすぎ。マジでよかった。さやかってガチで胸でかいよな。顔は微妙だけど俺もワンチャンないから。聞くに耐えないひどい会話だ。なんでそういう陽キャにまたも開くん？女もどういう感性してるん？結構それでやれるみたいなことも聞いたことあるんだよ。なんか僕のアニメ系のサークルでもあったもん。なんか全然別のサークル入ってる友人が、なんかそのちょっと陽キャっぽいサークルに入ってるんでね。でそしたらなんか一人暮らしだったんだけど、急に自分の家に女性が来て、これはやる流れなのかみたいな感じで、もオタクだからわかんないわけ。オタク陰キャラだから、そいつも、あの僕も陰キャラだけど、あのだから分かんなくて、えどういうことってなりつつやったんだって。なんやかんや、まあ、向こうがなんつうの、痺れ切らしたらしい。その時はなんかストレスが溜まって、やっぱやることで発散するタイプの女性もいるっぽいよ。うん、だからそういう感性の人もいるから、だからやっぱやりさのやばいやつとやる体関係を持つ女性もいるんだと思う。ちょっと僕からは分かんない世界では、うん、あのちなみにそのやったオタクはめっちゃ良かったとは言ってたけど、俺の初めてこれでいいんかなというね、あの一抹の不安を残してた。めちゃめちゃ面白かった、個人的には。はい、という余談を話しました。エレベーターは上の階からもボタンを押されたのか、待っている階を一通り通り過ぎてしまった。早く来ないかな。てかさ、遠山先輩は俺やんか。遠山先輩って彼氏とかいんの？これも女性っぽいな。いやー、いないでしょ。遠山先輩マジで図に乗ってて嫌いだわ。女子なのに可愛げなさすぎ。ひどいな。国際学部ならではって感じのグローバルな考え方に毒されすぎや。あ、ちゃんとしっかりしすぎててちょっと厄介なのかな。でもなんか体つきがエロいよね。いやーマジでそれ、体100点性格0点。男女平等とか言ってる強気の女、体エロがち。そうかな。僕男女平等って言ってる女性
胸ないイメージなんだけど怒られそう、やめようか。それあるあるやん。エレベーターはもうすぐ来るようだ。タイミングは今しかない。うおー、失礼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 。そっか、エレベーターが来るタイミングを見計らって遠くにいんのか、この主人公。だからエレベーターの前で待ちたくないから、あのバーって通り抜けてんだ今このタイミングだっつって。人が通る道まで広げられた資材の上でうっかり超高速タップダンスをしてしまった。ごめんね、わざとじゃないからノープロベルだよね。陽キャの悲鳴を背に急いでエレベーターに乗り込んで扉を閉めた。うっかりしておいてなんだが、追われるのが怖すぎて一目散に物質へなだれ込む。うおお前大胆な行動しすぎだろ。さすがにいくら苛立ってたとしても向こうの私物というか作ってるものを壊すのはやべえって、息を切らしながら暗証番号を速攻で入力し、戸を開けて滑り込むように入室してすぐ閉める。おそらくこれがこの体でできる最速入力だと思う。体ちっちゃいんかな。戸に身をそっと当てて、足音が聞こえていないので確認をして、聞こえていないのを確認して、安心して床に座り込む。はあ、疲れたでござるなあ。お前面白い女すぎるだろ。何してんのお前、多分明日の物質の奥から、ひねり出すように声が聞こえる。キャー安堵していたところに声が聞こえたため悲鳴を上げてしまった。驚いて声の方を向くと、アッシュさん、本日初演歌どうも。アッシュさんがいつものようにスマホを触っていた。ああ、アッシュさんか。今一番出会いたくなかったな。なんて声かければいいのか全然わからない。本当に気まじい。あ、それ言ってんの。わからんあまり静寂を切り裂くつ一撃を放ってしまった。気まじいって言っちゃうんだ。おもろいな君。いきなり大声出して、うっせえよお前。だってなんて言えばいいか思いつかなかったし。あの時のことを思い出させたら怒り出すだろうけども、あのさ、大丈夫？やっぱりショックを受けていないかちょっと心配だ。最悪だったよ。そうだよね、ちょっと怖かったもんね。お前に恥かかされたの最悪だって言ってんだよ。え？別にあれくらい俺一人で何事もなく解決できたはずだ。それをお前が大げさに騒ぎ立ててとんでもない恥かかせやがって。お前正直かなり不快だった。もっと好感的な言葉が返ってくると思ってた。結構ひどいこと言われた。信じられない責められ方をして、あまり自分の中で処理できずに。え？なんでそんなひどいこと言うの？私は必死だったのに。そんな言い方さすがにひどいよ。この前の最後、アッシュさんが私を突き飛ばしちゃったのもあの時はショックだったからだろうし、別にそれを謝ってほしいとかはない。でも今ここでそうやって私の行動をバカにするのはひどいよ。すっごく傷ついたよ。お、選択肢一つや。今言ったこと謝って。一応セーブするか。選択肢一つなのに、あれだね。選択させることに意味があるのかな。今言ったこと謝って。はぁ、あ、何が悪いんだよ、俺の。いや、すべて。全部悪い。全部悪いと思いますよ、僕は。だいたい突き飛ばされたのって何のことだか。覚えてないの？覚えがない。覚えがないはずないよね。あの時アッシュさんに手で思いっきり突き飛ばされたの結構痛かった。もしあの時アッシュさんに余裕があったなら、あれだけ強く人のことを突き飛ばさないよね。はあ？ああ。あ、本当に忘れてたんだ。意味がわからんという感じの歯が飛び出して、すぐに彼は思い出したようで、途端に表情がはっきりと曇った。あれはわざとじゃないんだが。というか、あんなんまだ引きずってんの。最悪。めっちゃ選択させる。あなたの方がずっと最悪だよ、アッシュさん。言うつもりがない言葉がなぜか口から。はあ。でも今言うべき言葉なのかもしれない。はとか言うのやめてよ。なんで？お前とか言われるのも気分が悪い。自分は不器用だからガサツな口調でも許されるみたいな態度やだ。だからどうすればいいかって自分でわからない？
そういう攻撃的な返答って、だからどうすればいいか自分では考えることもできませんって白旗上げてるようなもんだと思うけど。まあそうだね、全て佐々木さんが、会長さんがめっちゃ正論パンチしてくる。そうだよね、うん、わかるよね多分ね。煽ってんじゃねえぞクソアマ。そういうのもやめた方がいいと思うけど。何なんだよお前、本当にお前って呼ぶのやめてって言ったよね。何に突っかかってんだよ細けえな。お前もつがいもほんと最近うぜえな。俺の母親かなんかかよ。母親じゃない。お前が何をしたいのか理解できない。アンスタンに謝ってほしい。そういう態度もやめてほしい。はあ、お母さんに注意されたように感じたなら、あなたがそれだけ年齢に見合わないような幼稚な行動をしてたってことでしょう。めちゃめちゃまともそうだろうね、確かにそうだろうね。黙れよ。黙らない。私も津貝さんもアンスタンの母親じゃない。自分のことを分かってくれるからっていう傲慢さで傷つけたり存在に扱ったりしていい存在じゃない。今は子供じゃないアシさんに私を傷つけたことを謝って嫌な態度もやめてって頼んでるだけ。私に勝手に役割を押し付けないで。黙れって。そうやって自分の間違いを認めないで乱暴な手段で押さえつけようとするの。ダサすぎる。これからもそうしていくつもりなの。ソファーで立ったんだ。アシさんは黙ってソファーの上で立ち尽くしていた。怒り、驚き、唖然、すべてが混ざったような表情だった。今度こそ本当に気まずくなってしまったので逃げるように部室を出た。言い過ぎだとは思わない。だってあんなひどいことを言うんだもん。いつかは言ってしまうような気がしていたし、言うのは怖かった。極端だけどあのまま殴られても殺されてもおかしくなかったかもしれない。でもやっぱりいつか言わなければいけないような気がした。少しでも離れたくて足早に廊下を渡る。エレベーターを呼んだが、数字は4階を指していた。地下2階だから引っかかったら、時間がかかる。追っかけてこなければいいけど。うん、やっぱ階段で行こう。そう判断するのに20フレームもかからなかった。いや、十分遅いか。そのまま私は家に帰った。はあ、マジで、マジ後悔。マジマンジみたいに言うな。でも、アッシュさんのことを思ってるからこそだよね。だし、やっぱ今の関係だと気持ち悪いわけじゃん。向こうのさ、何でも許すのは違うわけじゃん。代々くんに対してもさ、自分のことをば話しちゃうことに関してはさ、別にいいと思うけど、その、なんていうのな、あの、ネットの情報を鵜呑みにしてなんか人を傷つける行為みたいなのはやめてっていうふうには主人公ちゃんと言ってくれてるじゃないですか。やっぱ、ちゃんと干渉してそれを注意したいっていうのがあるんだろうね。こう考えるとまともないよな会長さんな。うん、気候に走ることはあるけどだいぶまともないよな。なんであんなことを勢い任せで言っちゃったんだろう。勢い任せにしては筋通ってたけどね、君の言い分ね。衝動でぶっ放した言葉に未来の自分が泣かされている。あんなこと言ったらもう私生きにくいじゃん部室に。机にうずくまって顔を無駄に吸い付けてもらえた。そしてそのまま寝落ちした。第3話。一旦セーブさせてください。セーブしましょう。はい。と、今でも何度も切り抜きを見返してしまう好きな試合がある。これもあれだな。H キーか。アシタンの話だろうね。3年前の大型大会、見学枠参加で生で見た、あの、あれ、エイスケだったかな、この読み方。一回調べたんだよな、動画編集の時。あれだよね、エイスケさんの話が出た時も、なんか、微妙なこと言ってたよな。なんか反応変わったよね、アシタン。ダイダイ君がなんか、エイスケさんの試合の話とかをした時に、なんか、若干、否定的な意見を発して、強く発した気がするんだよね。まあ、いつもそうってはそうなんだけど、なんかより反応してた気がするんだよね。だからそれがここに関わってくるのかな。生で見たあのエースケ VS、GN の、フルセットに持ち込まれた最後の一戦。捨て技、発生まで長すぎる、当たれば最強と散々バカにされてきた上スマ攻撃をあの瞬間放つなんて。信じてかけなきゃ打てない隙だらけの上マス攻撃。
当たった瞬間撃破演出が出て、あれを撃つなんて脳が処理できなくて演出に目がチカチカした。みんなが一斉に立ち上がって、靴の裏から振動が伝わって足がしびれるほど震えて、椅子から立ち上がって雄たけびを上げて喜びに打ち震えたあの英介の姿。無名だった英介を一躍有名にさせたあの世紀の一戦は、あの輝きは今でもひどく俺の目に焼き付いていてずっと離れない。あの試合のケーキかな、あの試合をケーキに英介はプロ入りして、ストイックに大会で結果を出し続けていて、俺もあの場所で、それ本当にあんたが好きなのか、あんたが好きなのか、あんたが上であるためにマスストが好きな上の自分を肯定してるだけじゃないの。違う、俺は本当にマスストが好きなんだよ。あんなに嫌な思いしたのに誰、怖、これ何、なんで目を押さえつけてんの、誰これ、目を押さえつけて針刺されてるけど、なんだこの、これは何、後ろで何がうごめいてんだこれ、なんか文字がモザイクかかってるような感じがする、誹謗中傷見てるのかな、嫌だったでしょ、面白くもなんともない過激なブラックジョークでちょぴっと伸びてるだけの配信兼プレイヤーに大会でボコボコにされて、攻撃的な格好に叩かれまくったのに、自分も大会入れたんだけど、配信ちょっとなんかブラックジョークで伸びてるだけの配信兼プレイヤーに大会でボコボコにされた後、攻撃的な囲いになんかダセーみたいな、雑魚じゃんこいつって叩かれまくったって話か。まだ続けたい、この競技、それでも続けたい、いや続けたくないねお前は。だって誰にも見られてないところではマスストろくにせず毎日毎日逃げるみたいに、黙ってろ、しょうもな、うなされてるよアッシュくん、アッシュさんだけど、僕よりも絶対年は下だけど、アッシュさん、今日は新入生歓迎イベントがあるらしいが、同説会さんがやるだろうし、俺の知ったこと、菅井さんじゃないね、だからアッシュか、アッシュさんのセリフかな、どうせ菅井がやるだろうし、俺の知ったことじゃない、どうせこんなカスみてえの同好会誰一人新入生来ねえよ、だから部室で寝てた。いやほんとびっくりしましたよ、会長さんが病院送りにされたって。で、新しい会長さんが来て、それが女の人なのマジ意味わからんし、いくらなんでも超展開寸技ランスマスター山田かよ。はあ、ここがみんなが活動してる部活？部室？部活じゃないな、部室ですね。あまり清潔な場所ではないですが、女？その花柄、不快、気に入らない。何なんだあの図に乗った女は。どうせ冷やかしだろ。3ヶ月も待たずに消えるだろ。そうずっと思っていた。どうして？どうしてまだやめてないんだ？やっぱり嫌なのかな。マスストはそういう嫌な経歴があったのはあったんだろうな。ん？経歴があったのはあったんだろうなって日本語変だな。女性に対して嫌な思いを持っているのは、自分はその女性の服が好きなのに聞いたら気持ち悪いって言われてるのに、女性は着ても気持ち悪いって言われないからだろうね。多分ね。ああ即死コンボミスった。いやーこれこのミーツベで見たコンボなんですけど、あのオンでやるときいつも成功してるんですけど、やっぱオンとオフって別物ですね。コントローラー音聞かれちゃうし、環境が近いすぎる、手がツルツルしててちょっとうまく操作できないというのもあり、なんか今日は手の摩擦係数が低いんですが、これどういうことなんですかね。つがい、何ですか、あの女ってまだやめてねえの、あの女もしかして佐々木さんのことですか、あなた、前の彼女と、この前彼女と買い出し行ったんでしょ、佐々木さんは全然部室にいらしてますし。買い出しについても、あなたに言いたいことありますか、まだって何なんですか、まだって。
サークルの姫木鳥の冷やかしにしては随分長続きしてるよな。思うんですけど、アシタン、そうやって物事を極端に判断なさるのはやめた方がいいですよ。佐々木さんはやむを得ない事情で唐突に会長さんの職を任されたのにもかかわらず、とても頑張ってくださってるんですよ。それ、仮に俺が会長で毎日部室来てもそんな風に持ち上げるのかね。あいつが女だから極端にもてはやしてるだけだろ。性欲に負けるとはお前も落ちたもんだな、つがい。動画の飲みも最近悪いんだろ。ここらで潮時かもな。アシタン、これ以上彼女を愚弄するのは。ちょ、アシタン、マジで、コートさんの痛いとこつくのやめてくださいって。コートさん、それめっちゃ気にしてるんで。コートさんって動画のことを気にしてないって言いつつ、めっちゃ気にしてる人なんで。あと、会長さんはコートさんの言う通りそこまで言うほど悪い人じゃないと思います。僕も、本当に姫目当てならもっと早く飽きてこなくなると思いますよ。だってあの人ここに来てからマススとワンオンワン知ってから持ちキャラ決めてここで練習してますし。まあ確かに僕とかにも全然勝てないし、僕がスト勝ちすること多いんですけど、オンとかそこまでしてないと思うんですよ。ですけど、まあそのみんながみんなガチでやってるわけじゃないですからね。でもあの人なりにこのサークルに向き合っててすごいと思います。お代々くんからの評価ってこんな高かったんや。え、代々くんってこんな評価高かったんや。まあ会長さん、うんうんそうだねって聞いてくれるもんね、代々くんのこと。だし、津貝さんにも別に失礼な態度取ってないしな。こう考えると別に会長さんって悪いこと何もしてないよね。おたさん、一応だからさ、陰キャの姫になろうと思ってたっていう経緯はあったわけじゃん。一応さ、陰キャの巣窟だ、やったーとか言ってたけどさ、だからといって別に彼らに対してさ、それをさ、もてあそぼうとしてる感じはないよね。まあ、西村くんルートはちょっとしてますけど。だいだいくん。聞いた俺がバカだった。本当に不快だから帰るわ。そんなに女持ち上げてたらこのサークルいつか潰れるぞ。話の通じない連中にうんざりして科学大のマスストサークルに行った。その多大のサークル来てるっつってもね。お、何これ。ちょっと陽キャっぽいね。アンス君さ、やっぱ撃破拒否がうまいよね。撃破拒否。吹っ飛ばされた後壁掴む行動のことかな。それでもあんたが勝ってるか。あんたが勝ってるってことはそこまでじゃないんじゃねえの。いや、違うと思うな。アース君が単にひよってるだけ。はあ？アース君はピンチの時ひよってるよね。明らかに操作精度が悪くなってる。ああ、だからひよらなければ俺でも結構きついと思うよ。そうっすか。ハルさんって。何？プロとか目指さねえの。え？えぐ、プロ、プロ、マスストのプロって、アシュ君笑かさないでよ、急に。え、それ本気で言ってる？冗談だよね。別によくね？え、まあ、うまいんだから、すげえうまくて、なんか大会も出てるんであれば、別におかしくないんじゃない？ああ、確かに思い出したらそんな夏くらいに確かよくわかんない変な企業から DM 来てたな。やる気ないから断ったけどさ。え？あんなんなって誰が嬉しいね。あんなんで一瞬浮かれても暮らしていけないでしょ。まあ、それは、おのおのが決めることで、お前が決めることではないが。別にそのプロゲーマーでちゃんとやっていけるかどうかを判断するのはプロゲーマーになる人たちであって、プロゲーマーにならないんですかに対して言う言葉ではないと思うが。てかさ、俺今年10月から留学期からマスストとか普通にやめるよ。もしかしたらもろもろ忙しくなるからアシュ君と会うのも今日で最後かも。え？アシュ君と会えないのは残念だけど、また帰ったら遊ぼうや。その頃にはアシュ君も就職かいいんか。てかさ、彼女と遠距離になっちゃうからマジどうしよう。別れるしかないか。アシュ君どう思う？軽いなお前。てか、アシュ君、彼女いたっけ？めちゃめちゃ女殴ってそうだけど、ひどいこと言うな。まあ、でも女突き飛ばしたけど、この前。てか、アシュ君、院行くんだっけ？そろそろ診療考えなきゃだしね。その髪色だと、教授マジビビるやろな。さすがに黒に染めるよな。じゃ、オズです。また帰ってきたら会おう。うっす。ショックなのかな？いつもだったらブーブー言うけど。主人公はやっぱり女性だから女性に対してはきついんだろうな。なんだ、下下下下下下下。
これあれだわ、練習モードしてる。練習モードするとさ、今自分が入力しているさ方向が画面に出るんよ、格ゲーって。トレーニングモードって、だから要は下プラス次何押しますかみたいな感じで、例えば下押して A、 下押して B とか押してたら、その羅列がね画面に映るんだけど、今下下下下って出たから、あのうなだれてるのかな、普通に単純に落ち込んでてコントローラーの下をグッと押しちゃってんのかな、それを暗示してんのか、それか、あ、あ、あ、え、お帰りなさい。ただいま。あ、父さん帰ってたんだ。ん？このタレント俺嫌いだな。大して可愛くないのになんでテレビ出てんだ。この女優顔が作り物みたいだな。絶対整形だろ。いやだ、お父さんそんなこと言わないでよ。お父さんに似ちゃったんか、君は。お父さんに似ちゃったんだ。お父さんが悪いわ、これは。そんなこと言うなよ、テレビ見てて。俺も大学の頃はテニスサークルでこのレベルぐらいの何人もやったんだけどな。きっしょいて。それ、息子聞きたくないて。